紅白大合戦出られてましたよね。酸っぱい君の運命の人は僕じゃない。プリテンダー歌いましょうか。いいですね。はい、皆さんおはようございます。白里です。そして今日来てくれてるのが鈴木福です。イエーイ。そしてこちらのピカゴロウです。ピカゴロウです。ピカイチチャンネルの鈴木福さん、そしてピカゴロウくんと、はい、3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そして今日はじゃあ福くんがレッスンを受けてくれるってことになってますか。はい、そうです。うわ、受けに来ました。でも福くん、あれじゃない、福くんなんて、そんな福様、いや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 、紅白大合戦出られてましたよね。そうですね、あの1年生の頃に。うわ、紅白歌手の、レッスンを今日はおしらが担当するということで、大出世の日も近いかなと思っておりますので、今日は歌う曲は何がいいとかありますか。いや、別に特にはないですけど、はい、まあ好きな曲はたくさんありますね。うん、何ですか、好きなアーティスト教えてください。まあヒゲダン。ヒゲダン、まあ、もう大好きですね。ヒゲダン、まあでもトゥワイスさんとか。トゥワイス急にこうね。あとはあと最近の流行りが最近の流行り何あの僕の中での流行りがジェニーハイさんとか。誰、わかんない。ジェニーハイさん、小籔さんとか、あのクッキーさんとか、あの川谷絵音さんのプロデュースした、はい、あ、はい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 、バンドですね。すごい幅、うん、結構いろんな方が好きです。じゃあ今日は打ち合わせの通りプリテンダー歌いましょうか。言うんですね、言うスタイルなんですね。そうですね、あの今日あのピカイチチャンネルとんでこう連動企画なので、うん、あの前編後編という感じでレッスンしていきますので、最後まで皆様お楽しみくださいませ。はい、じゃあレッスンスタートです。よろしくお願いします。頑張って。はい、ピカゴラありがとう。ヤジ入れてって、そうやってどんどん行くよ。ありがとう。ボイトレとかっていうのは福くんもやったことはあるんですか。僕2ヶ月に1回ぐらいのペースで。どんなことやりますか。発声。発声から始まって、うんうんうん、まあ歌を、曲をね、習ったり、課題曲を決めてみたいな、はい、ついこの間プリテンダー歌いました。あ、じゃあもう完璧かもしれません。まあね、はい、でもなかなか難しい、難しいですね。なんかあの今年の難易度、曲難易度ランキングみたいな動画出したんですけど、はい、まあ、今年出た曲の中でやっぱ2番目に難しい曲っていう風に、まあ一応ボイストレーナーのですね、自己紹介が遅れました。うん、はい、見たことあります。ありがとう、動画、ありがとうございます。有名だよね、もう。もうめちゃくちゃ有名だよ。めっちゃ有名だよね、なんか15歳いいな、マジで。まず、ね、今日は発声から始めていきたいんですけれども、はい、いろんな声を出せなきゃいけないんです。はい、じゃあまずちょっと福くんの声聞いてみてもいいですか。うん、ああ、一緒に言ってみましょうか。はい、せーの。ああ、素晴らしい。1個高くします。どうぞ。ああ、わあ。声で。どうですか先生。素晴らしい歌声です。あら。すごい、こっち見ちゃった。こっちです。はい、こっちです、こちらです。そうです、ちょっと設定がいろいろあるからね、ごめんなさい、子供の世界、ちょっとピカイチ、はい、ちゃんの皆さんごめんなさいね。で、素晴らしいです。なんか声変わりとかっていうのはいつ頃したんですか。去年の夏ぐらいです、ね、そうですよ ね、 夏前ぐらいですね。実は知ってて俺、はい、なんでかっていうと、福くんいつ声変わりしたのかなと思って、福くんが出てる動画を全部一本ずつ見てって、全部見てって、何月にしたのかなと思ったら、多分ね10月ぐらいなんですよ。10月ぐらいちょっと低くなり始めて声が、で話をさっきスタッフさんにしたら気持ち悪いって言われて。まあちょっと真面目な話をすると、声変わり直後っていうのはどうしても高い声出づらかったりとか、そもそも音程取りづらかったりとか、うん、あるんですよ。ピカゴロウもね、いい声だからきっと声変わりいつかしたと思うんですけど、私もしたんですけど、なんで今日はちょっと無理しない程度に、うん、あのやっていきたいのと、その中でもね、うん、こうなるべくいろんな表現ができるようにレッスンしていきたいと思います。はい、じゃあですね、ヒゲダンの曲歌うにあたって、藤原さん、ボーカルの藤原さんが使う、はい、特徴的な声、ウィスパーボイスというのがございますよ。聞いたことございますか。もうあのささやくような、そうです、ささやくかっこいい、まるまるもりもり、まるまるやってくれるんだ、嬉しい。消されるかも世界に。じゃあこのウィスパーボイスの出し方のコツを見てる人もいると思うので教えたいと思います。うん、まずため息をついてみましょう。はぁ、はぁ、幸せ逃げる。けどまあそれを恐れず、とりあえず、うん、はぁ、息だけ出す。うん、でこれを少しずつ声にしていくといいです。はぁ、はぁ、おぉ、うん、はぁ、いざ始まれば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 、まるまるもりもり、まるまるもりもり。そうやってあのなんかうまく息だけにできない人は、一回ため息、完全なため息をついてみるといいです。うん、福はでも上手だったので大丈夫です。本当に。やったね、福は。そうなんです。うん、じゃあさっき、あーって言ったじゃないですか。はい、これを、
ウィスパーボイスでやってみましょうか、せーの、あ素晴らしい。じゃあ次、普通の歌声、地声でやってみましょう。どうぞ。次、ウィスパーボイス、どうぞ。そうそう、次、地声、どうぞ。ウィスパーボイス。地声。はい、素晴らしいですね。急に難しかったですね。余裕そうでしたね。じゃあもっと難しくします。難しくし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 、まあまあだって本当に中学生はもうでは、もっと難しくします。上の音程でウィスパーボイス、下で地声にします。せーの、お素晴らしい。逆もいけます。あ、もっと上いけるな。どうぞ。これを使うと、はい、まあ、どんな風になるかっていうと、うん、君とのラブストーリー、それは予想通り、また普通にですけど、この後もいざ始まればって歌っちゃうとちょっとベタっとなっちゃうので、ここをいざ始まれば一人芝居だ。かっこよくなる。ありがとうございます。かっこいい。全然違うね。ちょっと福くんもやってみませんか、はい、最初の2行は普通に歌います。はい、どうぞ。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。そうです。すごい素晴らしい。いい感じ。すごいいい感じだった。ね、腕がいいからな。さすが登録50万人の YouTuber。 違う。いや違うね。福くんが言うんだよこれは。いや違いますね全然。はい、っていうので、はい、ウィスパーボイス一つ使えるといいです。これはちょっと後でレッスンで使いどころをちゃんともっと難しく細かくやっていきましょう、うん、はい。あとですね、藤原さんが特徴的な発声として、使う特徴的な発声として、息を吐いて終わる発声があります。ピンときますか？わかんないですよ。ピカコロどう？全然わかんないです。でどんなのかっていうと、あ、でも最後の方とか。そう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 、綺麗だーってなります、ね、あ、そう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 。これをあの、ね、勢いよくやる時も結構あって、例えば「いざ始まれば一人芝居だだ」ずっとそばにいたって結局。これはこんなにいっぱいはないんですけど、うん、こんな風に息を吐くとすごい切ない表現だったりとか、うん、なんだろうな、ちょっとリズムが取りやすかったりとかするので、うん、じゃあ福くんもね、そのじゃあ素晴らしい息を皆さんに吐いてあげてほしいんですけど、うん、じゃあここにしましょうか。一人芝居だだだ。そう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 、難しい。でもこれ一人芝居だ。そう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 、すごい。これが2つ目のテクニックで、息を吐いて終わる。なんか名前つけようね、いつかね、これ2本ね、わかりづらいね。そうですね。なんかつけてくださいじゃあ福くんが。福くんつけちゃいなよ。これ使いますじゃあ。なんだろう。いけいけ。なんだ。じゃあ福ボイスとかにしとく。あ、じゃあじゃあもう福ボイスね。福ボイスでいこうじゃん。さすが先生。福ボイスで。福ボイス、じゃあここ福ボイス。じゃあ福ボイスって言うね、じゃあこれから。お願いします。ちょっといいよね。ちょっといいね、もうこれで星見つけた人がさ、星に名前つけるみたいなもんやから。そうですね、やった。全然嬉しそうじゃないな。はい、というわけでこれが2個目のテクニックでした、うん、じゃあ、最後、発声の3つ目、はい、これはですね、あの声変わり直後の男子は特にこの声を練習したらいいです。へー、うん、裏声。裏声。福くんの裏声をこう世界に出すことってなかなかないと思うんですけど、じゃあ裏声って出せますか？出せます。おきれいよ。おお、すごいね。え、ピカゴロ出せますか裏声？ほお、きれい。案外きれいだった。ピカゴロもきれいだった。ありがとうございます。そう、なんかめちゃくちゃ恥ずかしかった。なんでだろう。ちょっとあのね、別の世界線を映したいぐらいなんですけど。すいません。まあざっくり言うと、地声と裏声の出し方ってのがあって、声変わりした時って地声ばっかりになっちゃうんですよ、うん、声が低くなって重くなって硬くなってっちゃうので、うん、裏声の筋肉というか裏声の出し方を忘れちゃう。なんで、うん、裏声をいっぱい使うとよくて、はい、どこまで裏声出ますか？
おどうぞ、せーの、おー綺麗なんですよ、どうぞ、あと2個ラスト、すごい、すごい、ちょっとこれはびっくりした。本当にすごいんじゃないですか今。いや本当にすごいです。ヒエロ侍のズマさんと音域が一緒です。ズマさん、ズマさん、ね、めちゃくちゃかっこいいけどね。うん、なんで福君はしっかりと裏声が出るので、うん、まあ、出し方というよりは頻繁にこう使ってあげると良いです。なんで女性の曲とか、それこそさっきトワイスさん好きって言ってたんで、うん、トワイスの曲とかを裏声でこう歌ってあげたりしてるうちに、うん、裏声でこうやってピエンしてるうちに、だんだんとね声がある直後のちょっと今出しづらいと思うんですけど、高い声が伸びてくるので、そうやっていう風にどんどんやってみてもらうといいと思います、はい、あとはじゃあちょっとおすすめの発声、これやるかな、なんかボイトレ受けたことあるって言ってたから、リップロールとかってやったことありますか、うん、あーやったことあります。これちょっと一緒にやってみましょうか、はい、かわいらしい震え方して、本当にますか、せーの、どうぞ、ピカゴロも一緒にどうぞ、伝わるこれラスト、はい、ありがとうございます。これ何なんですかこれは。これちょっとピカゴロリップロールちょっと今ちょっと表情が見てないんですけど、きっとね、いやもう口開けっぱなしになってたんで、これ後で不思議な映像になってたと思います。私がめんどくさい、あの多分合成はめちゃめちゃこだわってやるかどうかは乞うご期待。リップロールってすごい喉に負担をかけないでできる発声練習なので、声変わり直後とか、まあ、これから声高い声どんどん出るようになってくると思うので、これおすすめです。で手っ取り早いのはこれで歌うこと。はい、ありがとうございます。どこまで行くの？いやなんかさ、笑ってる姿を見てしまって笑ってしまった。なので、面白いんですよ、これやってるって結構顔キモくなるじゃないですか。いや、本人はね、真剣にやってるんだよね。そう、わかる。ちゃんと歌おうと思ってね、うん、ひどい大人たち。この曲ね、裏声も使うんですけど、まあ、こうどこで裏声を使うかとか、どこでウィスパーボイスを使うかとか、さっきの副ボイス、うん、どこで使うかとかっていうのはこれからピカイチチャンネルの方で細かく解説していきますので、すごい、はい、皆さんとってもいいところというか、まだ何も始まってない気がしますが、うん、この後の続編の動画はピカイチチャンネルへどうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木福くんとピカゴロでした。ありがとうございました。